6円、まあ、これまでの土日平均6000人だったのが2倍1万984人訪れましたし、富山も大体 1.5倍、2.5倍の人が訪れていると、まあ、繁盛していると言いますかね、皆さん訪れてますよね。はい、はい、その改めて北陸新幹線はどのようなルートか、こちらで見ていきましょうか。出発進行はい、ということで北陸新幹線を出発しまして、長野を通って、まあ、富山、金沢と行くわけですよね。のどかさが伝わってくるんだよね。ちょっと遅いですよね。